埋蔵文化財は文化財が土地に埋蔵されている状態の総称である。略して埋分と呼ばれることもある。一般には文化遺産保護制度における保護の対象となっている。出土した埋蔵文化財。出土した埋蔵文化財。埋蔵文化財を含む地面の展示。断面に土器片などが見える。埋蔵文化財は 日本の文化財保護法上の定義では、同法第92条3月31日まで施行されていた条文を旧で示すの、土地に埋蔵されている文化財としており、具体的には遺跡、そこから出土する遺物がこれにあたる。ただし、厳密には埋蔵文化財といった場合、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる、遺構と、 文化財としての価値が推定される民法第241条の埋蔵物としての遺物のことを指しており、面的な遺跡及び遺跡の範囲として捉えた場合は、文化財保護法第93条の貝塚、古墳その他埋蔵文化財を放送する土地として周知されている土地として、周知の埋蔵文化財放送地が定義されている。 法的に埋蔵文化財として取り扱うことのできる範囲は埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等についていわゆる平成10年の円滑化通知によって定義された。それによると埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則はおおむね中世までに属する遺跡は原則として対象とすること。近世に属する遺跡については 地域において必要なものを対象とすることができること。近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができること。とされ、埋蔵文化財として扱う範囲の一基準の要素、として、遺跡の時代、種類を主たる要素とし、遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献、絵図、民族資料その他の資料との保管関係、遺跡の依存状況、 遺跡から得られる情報量等を副次的要素とするよう指示がなされた。埋蔵文化財放蔵地内を分布調査して土器片を採集したり調査した結果遺物が出土した場合、これを発見した日から1週間以内に出物法第13条によって諸葛の警察署に届け出ることになっている。掘り出される以前は民法上の埋蔵物であり、 掘り出されたり拾われた時点で、習得物となるという法的解釈がなされている。警察署では、拾得物として受け付けた埋蔵物が文化財と認められるときは、文化財保護法101条に基づき管轄の都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に埋蔵文化財提出書を提出する。また、発見者は、 埋蔵文化財保管省を管轄の都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に提出し、これを称号することによって、同法102条の監査が行われ、実物を見たことと同様に見なし、文化財認定の通知を警察署に行い、発見者にも認定通知の写しが送付され、出土品は、この時点でようやく正式に文化財として認定されたことになる。 内容がたとえ土器に一点であっても、指定されることなしに法的に文化財として認定する制度があることに特徴があると言える。教育委員会など各地法自治体の文化財所管課は、文化財保護法第95条により、地域のどのような場所に埋蔵文化財放送地が存在するかについて、その周知徹底を図り、必要な措置を講じることが義務付けられている。このため、 各自治体では必要な措置として構造地に番号を与えその詳細をまとめた遺跡台帳を作成し範囲を地図上に示した遺跡地図を観光することで一般に公開している。なお埋蔵文化財は途中に埋蔵されているというその性質上具体的にその土地のもとに何があるかは発掘してみなければわからないという特徴を持ちかつ掘り出された後に 全校での手続きを経て、初めて文化財として認定される。従って、各自治体は、文化財となりうるものが放含されている、可能性のある土地を周知しているのであって、指定しているわけではない。全校の文化財地図などによって示された、周知の埋蔵文化財放蔵地の中で、土木工事等の目的で発掘をしようとするものは、 文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着工の60日前までに、文化庁長官に届け出をする義務が生じる。また、文化財保護法に基づく発掘調査、現状を変更することとなるような行為の停止または、禁止、設計変更に伴う、費用負担、土地利用の上の制約等により、その土地の価格形成に重要な影響を与える場合がある。 従って、周知の埋蔵文化財放送地に含まれるかなど、埋蔵文化財の存在に留意した上で、発掘調査の必要の有無、調査に要する費用や期間については、自治体の教育委員会など、文化財を所管する行政庁に確認すべきとされる。また、土地取引においても、宅地建物取引業法第47条の告知事項に関係する。ありがとうございます。